今日は鮭の日なんだって。日付は鮭の字の作りの形を分解すると1111になることから、アミノ酸やコラーゲン、ビタミン類などを含み栄養満点の鮭を PR することが目的なんだって。なるほど、教えてくれてありがとう。どういたしまして。お魚屋さんごっこして。了解。ちょっと体を動かそうっと。1,2,3,4,5,6,7,8。ふう、すっきりした。なるほど、ストレッチだよ。体を動かすとすっきりするんだ。確かに。じゃあ一曲踊って。オッケー。踊るね。決まったね。元気だね。元気だよ。よかった。うん。いつも予定を確認する？じゃあ明日。明日。オッケー。2022年11月11日の予定はないよ。そっか。ありがとう。どういたしまして。ミラクルから一言。YouTuber のミラクルです。最後まで見ていただきありがとうございます。僕はこれからも頑張りますので、また見てね。バイバイ。